小国こたさんです、今僕のアナザースカイの梅小路公園に来ています。ちょっと前に動画出したお花見弁当のホテル本能寺さんがまた期間限定で初夏のお弁当を、販売されるみたいなんで、今日はそのお弁当を受け取って、で家帰って、で家族でワイワイ楽しく美味しくいただこうじゃないかという、そういった動画でございます。タクシーでね、届けてくれるんです。安い料金で。もうすぐタクシーが到着する時間やと思うんで、向かいます。お花見弁当がめっちゃ良かったんな、内容が。まあまあ安かったし、今回どんな感じか楽しみやな。またお気に。ありがとうございました。うわ、おいしそう。手を持ったよ。食べたい。それココタツやん。かわいい、かわいい。それ微妙に表情ちゃうらしい。口の形違うで。かわいいな。わあ。綺麗な大きさ。うわ。うわ。すごい。美味しそう。まだ分からんよ。早いね。いきますよ。はい。デュエン。うわ。美味しそう。二段になってるから。うわ。いきますよ。ジュイン。うわー、きれい。ああ、タケノコ。うわー、美味しそう。ああ、今が旬。うわ、すごい。きれい。ちらし寿司。すごい。ステーキや。美味しそう。一生懸命作りましたんで、皆さんご賞味ください。ほっ、もう食べんで。どうぞどうぞ。カニ、エビ、サバ、うなぎ。うなぎや。生きてるうなぎ発見したみたいな。何ですか。完全にそのテンションやった。何ですか。正月かな思った。あ、今日、うん、まだまだやで。あ、うなぎうまい。次回食べてみてほしい。うなぎ。はい。言葉が出えへんね。食べてしまうね。もうなんかこう言葉になる。多くを語りたくない。そう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 。噛み締めて食べられる。小田和正さん。小田和正午前。名前書いてもらったんじゃん。それに。名前。ああ、来い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 。来い来い。どれどれ。あ、初めてなんですけど。もうこれ、そっちのテーブル持っていけ。これなんかあれやろ。いやいや、それ置いといてほしいのにみたいな。おっさんのテーブルはもうほとんど喋ってるから、ほぼほぼ残ってんねん、料理。その感じやったらもうこっちに分けてくれよと思いながら。ちょっとだいぶ時間経ってるから、乾燥したお寿司がテーブルの上に。もったいないなと思いながら遠目で見てんねん。そんな時によく出したらわかんわと思って。誰なん、初めて見るわ、どういう関係なんみたいな、うん、おっちゃんが一番なんか仕切って食べてんの。そう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 。1位言うで。ぐちゃぐちゃ。1位。え、もう食べたの全部。うん、決めた。食べたと思う。決めた決めた。魚のアラミ。アラミ美味しかった。あ、迷った。魚好きやから。ちょっとしょうもないけど、うなぎ。まあベタやな。でも美味しかった。知ってるセロリにそんなそこまで
味付けするぐらい美味しい、うん、そう美味しいですね。シャキシャキ感が残ってんのがまたいい。ホタルイカの下のセロリ、そうホタルイカの下のセロリが1位が1位、ま、1位セロリがもうびっくりしてるよねセロリもスポットライト浴びたことないやろ。セロリだけでここ埋めてほしい。それでも食べる、うん、ああここもセロリだけでもいい。セロリでいい、大丈夫大丈夫、食べる、それで食べる、ぶち切れるやろセロリもまあ県外と思ってたよな自分。いやいやもう俺なんてなんか下に敷かれてるからなでも期待もせへんかったやろな、うん、もうそんなそんな呼ばれるなんて、ただホタルイカさんを支えるために私いるんでみたいな、うん、じゃあうなぎ2票とセロリ2票同率1位なの。あ、そっかそっか。いやいやもう実質もそれはセロリやろ。セロリやろ、そんなうなぎと戦ってんねんで、セロリに軍配やろ。戦えた時点でもそれはセロリの勝ちやろ、うん、ドローに持ち込めた時点で着勝チームだ。そう、どんだけうなぎ言われてる中でセロリが競ってんねんもうそれはセロリ実質勝ってるよ、うん、延長戦で結局うなぎが勝ってセロリが悔しがる。スラムダンクみたいな。そうやな、うん、あと一歩ってとこでエースのセロリが捻挫すんのよ。素晴らしい。これがなんか魚なんやけど、鮎大丈夫な魚絶対大丈夫やん。何の魚、鮎っぽくなるのかな。シクタも入ってる。何いいね、小声になってもいいし、このお弁当が深みがあってな、量が入ってんねもう器評価しだしてんねいやいや、ほんまやね。下がすごい、この弁当。そうやろ、下の土台がなんか肉やで。かぁ、まさか自分も下行こう思てんやろな肉やのに肉やのにエビが支えになってんの。嘘、ひどいな、そんなことさすエビに。いやプライドズタズタやでみんなここエビがイクラ背負ってる。カモがネギ背負ってるアワビもいるちゃう。さっき思ってんけど、うん、なんかアワビかなって思ってん。なんで言わんかったの。いるはずないと思ってんうわぶっといな。ほんでえっぐこれだけでも嬉しいな。メルカリで。メルカリで。アワビ食べてむせ始めた老夫婦が。老夫婦がアワビを食べてむせ始めた。最後の晩餐になるから。かみしめすぎて。料理長があの隙間が嫌いやねんて。隙間が嫌いなんじゃないから。やってより隙間が嫌い。隙間が嫌いなんや。お腹いっぱい食べてほしい思いでとかじゃない。隙間が嫌いやからとにかくもうあれば埋める人や。だから結果的にこんな山盛りになる。だからもうキュッキュやん。街中歩いててももう隙間があったら何かで埋めないんだけど。路地とかどうするの。もうでかいタケノコとかバーッ。タケノコ旬の食材をバーッて詰める。料理長やしな。パン。そうやな、料理でやるならどうしても、うん、ご飯類はとにかく安い。絶対安い。絶対安い。だってスーパーとかでこんなチラシ寿司ワンパックで398円とか。あの薄いな。何にも入ってへんの。何にも入ってへん。何も入ってへん。あ、ほじくって初めて分かるこの弁当の凄さ。そう、それを伝えてあげた感は。土台に鳥がいるんやで、だって、うん。うん。見た目の倍入ってる思ってください。まあ、そうやな。でも持ってなくないこれ。持ってないやん。いや、二段やん。うん、見た目の倍入ってる、倍入ってるっていうのを、うん、確かに、うん、実質も8人前それは言い過ぎやだから8人には足りひん。8人には足りひん。8人前です。2段入ってると思ってくださいチラシと竹のペア結構良くない。いいな。迷わはんやったら予算。そうやな、この全部はさすがに豪華すぎて、いやそんなん払えへん、食べきれへんっていう人はちらし寿司と竹。お腹いっぱい。大満足。大満足。大満足みんな。大満足。口と口と待ってた。うおー。